好きな子がメガネを忘れた。はい、ということで、はい、ただいま第1話の収録を終えたということですが、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそです。いや、第1話いかがでしたか。はい、いやー、もうね、はい、なんですか、もうこのままずっとピュアでいてくれって願いながら本当になんか演じさせていただきましたけど、いかがでしたか。いや、なんていうか、もう最初から距離がゼロっていうところで本当にドキドキするシーンが多いんですけど、はい、二人ともこうピュアだからこそ、この小村くんのね、うん、純粋な反応が本当に可愛いなって思った段階でしたね。第1話だったんですけど、作詞かなって思いましたね。もうね、全然彼女はもう天然というか、そうですよね、もう素でああいうことを、ね、あざとくないですからね、すごい可愛らしいことをするんですけれども、はい、やってる本人的には、うん、お、今ちょっと俺遊んでるなみたいな気持ちにニヤニヤしながらなる時がありましたね。でも本当に二人の愛らしさみたいな、可愛らしさみたいなとこに注目して、今、うん、以降も、はい、収録していきたいですし、皆さんに見ていただけたらいいなと思いますね。はい、うん、はい、せーの、好きな子がメガネを忘れた。7月放送開始です。見てください。